ください。
よろしくお願いします。お疲れ様でございます。現金やカードを騙し取る振り込め詐欺が多発しています。被害防止には留守番電話設定にするのが有効です。電話でお金の話が出たら家族や警察に相談しましょう。次は亀有警察署前でございます。次止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。よろしくお願いします。お疲れ様でございます。
03-3816-5700または東京バス協会までお問い合わせください。次は亀有新道入り口でございます。次止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい。トラブルに関する相談を受け付けています。葛飾区
ください。はい、いただきます。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、青戸車庫前へ。はい、青戸車庫前でございます。停車いたします。葛飾区役所へおいでの方は、こちらが便利です。次は、青戸車庫前でございます。次、止まります。バスが止まるまで、そのままお待ちください。はい、いただきます。03-3816-5700または東京バス協会までお問い合わせください。次は梅田小学校前でございます。次止まります。はい、発車します。バスが止まるまでそのままお待ちください。
の上、通話はご遠慮ください。次は四ツ木橋でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。Yeah.
終点です。